はい、こんにちは。今回はですね、オープンカーに必須のアイテムとも言えますサングラスの紹介と、まあ、説明をねしてみたいと思います。特にですね、視力矯正をしている方、近視や遠視、乱視などですね、そういった方向けにですね、メガネ兼サングラスがありますよという紹介になります。やっぱりオープンカーにサングラスって非常に似合うと思うんですけれども、なんとなくまあ昔のね、日本のドラマとか昔のアニメとかでですね、サングラスかけてるキャラクターっていうのがなんかちょっとキザだったりチャラかったりっていうイメージがありまして、そこら辺でね、なんとなくまあカッコつけてるっていう風にね見られがちではあるんですけれども、ここ最近はねサングラスの重要性っていうのが非常にね発信されてまして、目にね、紫外線は悪いですので、そこら辺をカットする上でもサングラスというのは非常に重要なアイテムですので、気兼ねなくかけて、いただければと思っております。はい、そしてですね、私が使っているサングラスを紹介したいと思います。こちらになりますね。こちらはですね、よくショッピングモールとか駅ビルに入っているですね、メガネ屋さんジーンズというお店のアイテムでして、スイッチというアイテムなんですね。こちらはですね、通常一見サングラスなんですけれども、まあこちらがねマグネットになってまして、このように外して普通のメガネとしても使えるという商品で、やっぱり運転をね、メインで、サングラスをかけている方というのはですね、やっぱり運転中は眩しいですから、このようにねサングラスかけながら運転をして、ちょっとねお店とかですね立ち寄った時に、やっぱりこのご時世マスクをしてますので、店員のねおばちゃんとかがびっくりしちゃうっていうのもありますから、やっぱりねそういう時にサングラスねこのように外してメガネの状態でね使えると気軽に使えるかなと思いますね。土入りのサングラスですとね、ちょっと薄い感じのね土入りのサングラスで、ちょっとねカップをしてますとね、ちょっと怖いお兄さんかななんて勘違いされちゃう時もありますので、やっぱりねここら辺のサングラスとサングラスじゃない時のオンオフができるというのが非常に楽なアイテムです。こちらのアイテムはですね、非常にコストパフォーマンスも優れてまして、だいたいね1万円かからないぐらいから1万3000円ぐらいまでで、購入することが可能です。弱点としてはですね、こうつけた時にやっぱりちょっとね重さがあるので、少し ちょっとねこう下がってくる時もありますので、緩くなってきた場合はお店に行って締め直してもらえるときちっとねまた収まりますので大丈夫だと思います。サングラスのフレームをなくしてしまった時はですね、このメガネごと買い替えなきゃいけないってことですね。これだけの販売はしてないので、これをなくしてしまうとこのメガネもまた新たに買い替えなきゃいけないと。でこのメガネの他にも何種類かこういったねタイプのメガネが売ってるんですが、他のメガネにこのフレームは合わないので、もうこのメガネにはこのフレームしか合わないっていう感じですね。で先ほど種類の話もしましたが、まあ、他の一般的なメガネに比べて種類は少なめになってますね。15ぐらいあるかな、20種類ぐらいだったと思います。一般的なねメガネであればもうね100種類以上デザインはあるんだけれども、こういったメガネですと種類が少ないっていう感じになりますね。当然私はですねジーンズで買ってますから、ジーンズのアイテムを紹介したんですが、同じね、ライバル店であるゾフですとかメガネ市場さんですとか、そういったお店でもですねこういったタイプのアイテム販売していますので、皆さんもぜひ駅ビルとかねショッピングモール行った際にですね立ち寄ってみるといいと思いますね。試着もねどんどんできますので、1本あると非常に楽ですよ。ちなみに私はですね2本持っておりまして、もう一つはブラウン系ですね。こちらのブラウンなんですが、2本ぐらいあるとね気分もねちょっと変わるかなっていう感じです。こちらも当然このようにね普通のメガネとしても使えるようになってます。でこの私のメガネに関しては、一昨年前のメガネなので、ちょっとね弱点としてちょっとこう触下からこう触った時にポロッとねこう取れちゃう時があるんですよ。ここ最近のですね、見ますとこちらがですねこうパボッとねこのように、なかなか取れないようになってますので、ふとしたね時に落下しないっていうのがいいと思いました。最近のはですね、私のはちょっと古いので
こう触った時にバゴッとねこう取れてしまうっていうねこともありましたので、そこら辺は毎年ね改善されているところでございます。当然こういったショップはですね、近視、遠視、乱視などにもですね対応しておりまして、なんかジーンズのホームページで見たら乱視でもレンズの追加代がいらないとか書いてあったので、今って非常にねお安くメガネが作れますよね。ドライブ用としてね、一応作っておくというのもよろしいのではないかと思います。これがですね私が日々ね、使っているサングラスです。非常にね気楽ですよ。気楽、気軽に使えるものですね。やっぱり出かけたりしてね、座ったり立ったり車のねパーツを見たりしゃがんだりしてるとね、どうしてもメガネ、がずれたりちょっとね擦れて、ぶつかったり車内に落としたりっていうのはあるんですが、まあコストパフォーマンス的にも非常に優れている商品で、ダメになっちゃったら気軽にね買い替えられる範囲のお値段だと思いますので、気になった方は見に行くのもよろしいのではないかと思います。ちなみにですねこのマリオくんがかけているですね、まあ、サングラスというかこちらはですねゴーグルなんですけれども、こちら犬用のねドグルスというですねアメリカのちゃんとしたサングラスでして、こちらもね結構するんですよ。4000円ぐらいするんですよね。ちゃんと UV カットになってて、いわゆる1000円とかでね売ってる犬用のおもちゃのサングラスではないので、しっかりとしたものなんですけれども、やっぱマリオくんねあんまり毛にね、ゴーグルが当たるのが嫌なのかあんまりかけてくれません。走ってる最中はですね、外に夢中なのかかけてくれるんですけれども、信号待ちになるとですねちょっとここら辺が引っかかったり違和感があるのか、自分でね手で、こんな風に描いてしまって、サングラスがですね、こんな風にこんなねずれてかかってしまったりっていう感じなので、あまり使ってないんですけれども、まあこういったね犬用のアイテムもあります。当然人間もね犬もこの紫外線がね目に当たりすぎるその白内障の一因になったりもしますので、ぜひねサングラス使ってみてください。そしてですねこのサングラスの選び方なんですけれども、まあ間違いなく UV カット機能が必要だということですね。いわゆる紫外線をねカットする機能なんですけれども、ここら辺はね基本的にメガネ屋さんのサングラスであればどこもね UV カットはしてあります。そしてね、まあ、最近の車はフロントガラスとかもね UV カット仕様になってるっていうところもあります。そしてですねレンズは濃すぎる色を使わないというところですね。私の場合はですね黒とこのブラウンを買ってるんですけれども、例えばねグリーン系のレンズとかこのブラウン系のレンズで濃い色ですとかなりね信号の赤、黄、青がですね色が違うように見えちゃうんですよ。なので私のこのブラウンに関しては薄いですよね。自分の目が私の目が見えるぐらい薄いブラウンを使ってます。このぐらいだと信号の色とか何か色をね識別するときに違和感がなく認識できると、視認できるという感じです。当然黒もですね私はですねそこまで暗くはないんですよね。薄いグレーのようなね感じですね、まあ、ちょっとね遠目に見ると黒く真っ黒く見えるんですが、太陽にね浴びてますと自分のねしっかり目も周りの方からも見えるぐらいの薄さになってます。これもですねやっぱりこのトンネルにね、例えば高速道路でトンネルにうわって入った時にあまりね暗いレンズをつけてますと一瞬ね真っ暗になったような錯覚になったりもするんですよね。やっぱりねトンネルでも見える程度の濃さ薄さが必要なのかなと思いますね。まあここがね度付きのサングラスとこのねスイッチっていうこのサングラスですと、やっぱりトンネル入った時にね、度付きのサングラスですとこういうわけにはいかないんですね。目悪い人はねこう度が入ってるサングラスのままですとサングラスを外したいからとこのようにしても見えなくなっちゃいますから、この場合ですとね最悪このようにすればくっきりとねトンネル内も見えますし、そこら辺のね、切り替えができるっていうのはありますよね。まあよくねパチンっていうこうやってねやってるおじさま方もいますけど、こういうまあ感じですよね、いわゆる。はい、そしてですねサングラスにも用途というものがありまして、まあこちらはね、一応
ドライブ用となってるんですが、他にもね、釣り用とかっていうのもあるんですよ。まあ、スポーツ用ですとかね、スポーツ用だともっとこの、ビシッとこう、ピタッとつくんですが、そうするとね、ここら辺のね、視認性が悪くなるっていう話も聞きますね。ここのフレームの厚みだったり、そういった感じもありますので、いわゆる皆さんが車の運転で、購入する場合にはですね、ドライブ用というものを購入しましょう。兼用になっているものもありますので、そういったものでも大丈夫だと思います。ぜひね、店員さんに確認してみてください。はい、そして、メンテナンスなんですが、やっぱりね、このサングラス非常に便利なので、どうしてもね、車内にね、置いて、また運転するときにこう使おうかなと、こういったところにね、引っ掛けておいて、でもあるんですけれども、車内のね、温度が上昇しまして、フレームが変形してしまったり、レンズを傷めたりしてしまってですね、メガネ壊れてしまったりっていう事例もたくさんありますので、特に真夏はですね、車内にね、サングラスを放置しない方がよろしいかと思います。はい、以上がですね、オープンカーに乗りながら私が使っているサングラスの説明でございました。ぜひですね、皆さん、使っているサングラス、どういったタイプをね、使っているかというのをコメント欄にですね、書いていただけると、まあ、この動画をね、見た方も、皆さんこういうの使ってるんだなっていうのの参考になりますので、どしどしコメントしていただけると嬉しいです。そして動画の高評価やチャンネル登録をね、していただけると励みにもなりますので、よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。